ザ・ソーシャル、今日のゲストは都市デザインコンサルタントの山崎光弘さんです。山崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、山崎さんはここにご紹介あるように都市デザインコンサルタントということですが、具体的にどんなことをしてるんでしょうか？はい、アメリカのポートランドで培ったノウハウと経験を生かして、日本と各国の都市デザイン、はい、都市計画のお手伝いをしております。ポートランドっていう場所はどのあたりにあるんですか？はい、アメリカの西海岸北西部ですね、シアトルとサンフランシスコの間にあります、うん、あ、下からね、ロサンゼルスとかサンフランシスコがあってポートランドまで伸びていってるということで、さあ、そのポートランドなんですけれども、どのような形でロールモデルにしてるんでしょう？そうですね、ポートランドは昨今、アメリカで最も住みやすい街として有名でして、実は随分公害が進んでた過去があるんですが、過去40年間の間にですね、市民主体の観光重視、そして、持続可能な街づくりを、実現してきた街として有名です。私もあんまり海外経験ないんですけれど、ポートランドはね、アムトラックっていう長距離列車に乗ってずっとロサンゼルスから上がってったんですよね、はい、とっても駅前、これあのね、ライトレールって言われる列車が駅前、大きな駅前にあって、いろんなところ結んでますよね。そうですね、空港ですとか、郊外も結んであります、これどんな特徴があるんでしょう、ポートランド、そしてどんないいところがあるんでしょう？はい、まずコンパクトでですね、すごく自然で囲まれた街ですが、ダウンタウン中心地はキュッとしてまして、たくさん商業ですとかビジネスもたくさん入ってまして、すごく便利になってます。それから市民主体の街づくりなんかも有名です、これ都市部がかなりあるって言いながら、かなりこう緑が多いですね。そうですね、はい、どこからでも緑にアクセスがあるような、そんな街づくりデザインもされています。アメリカってイメージかなり自動車に乗らないといけないのかなというのがあるんですが、ポートランドは違うんですね。中心地付近ですね、街の中の方に住んでいる方々は自転車と、公共交通なんかで全然行き来もできますし、歩きやすい街としても有名ですので、緩やかな生活が送れますが、ちょっと郊外に出ますとやっぱり車が必要となりますね。これ今自転車が走っている様子が映っていますが、これ走るスペースもどうですか、普通よりも広めですか？ここはちょっと歩道を走ってる感じになると思うんですけど、街中に約600キロぐらいの、自転車専用のレーンですとか、そういった道が作られてますので、すごく便利です。それも都市設計と中に入るわけですね。はい、そうですね。さあ、それでは山崎さんがこの都市デザインを手掛けることになった原点をお伺いしたいと思うんですけれども、もともと日本のどちら出身で？茨城県の水戸市出身です。いつからこのアメリカの方に？アメリカには95年私が20歳の時に留学をしまして、それ以来24年住んでました。渡米のきっかけは何だったんでしょう？きっかけはですね、実は日本で進学ができずに大学に入れなかったので、アメリカに行って英語を勉強して進学しました。そのところで勉強した内容というのはどんなものを専攻したんでしょう？学部の方では国際関係学を勉強してラテンアメリカの専攻だったんですが、大学院では地域経済開発を専門として勉強しています。卒業後は？卒業はですね、いろいろいろんな転職をさせていただいたんですけど、特にアメリカ全体で、いろんな都市開発、工業開発の、経験をいたしまして、で2012年にポートランドの 市の開発局に転職いたしました。ポートランドに魅了されたのは、これ自分で選んだのか紹介されたのか、どちらなんでしょう？その前職の時にですね、ポートランドに行く機会があったので、その時にもう一目惚れをしてしまいまして、将来ここで働いてみたい、住んでみたいと思いました。そしてポートランドで学んだこと、そしてそれを日本にも持ち帰ってきてると思いますが、どんな思いで日本に戻ってきてるんでしょう？そうですね、一番根底にあるのはやはり日本の特に地方都市の持続可能性だと思います。住民たちが、自分たちの、思いでですね、いろんな地域の取り組みですとか、あとハートの部分でも、街の空間ですとか建物をデザインできるような、そういった仕組みを、持ち込みたいなと思って、今でも活動を続けています。その中でどのようなところ、地域に一番力を今入れていらっしゃるんですか？そうですね、2013年ぐらいからお手伝いをさせていただいてますが、今のところ千葉県柏市の柏の葉スマートシティキャンパスですとか、小さい町でいうと和歌山県の有田川町といった町の持続可能な開発のお手伝いをさせていただいています。具体的に町をどのように変えてるんでしょうか？
皆さんが住み続けて楽しいような、うん、まあ、ソフトの部分ですね、その、住み心地の良さを、デザインできるようなコミュニティ作り、うん、お金の仕組み作り、それから、古い建物を直していって、そこにある、町の記憶を残すような、うん、そういった取り組みをたくさんさせていただいてます。ポートランドでも古い町並みを上手に活用してということがおっしゃってましたけれども、やっぱこれをまた、ね、こちらの日本の方にも生かしていくと。はい、でもお一人で考えていないようですね。様々な方々がここに加わっているようにも見えるんですが。はい、本当にたくさんの方々に、パートナーシップもそうですし支えていただいていることもそうなんですが、基本こういった、街のデザインをするときっていうのは官と民の連携、そして市民と事業者、市民と行政の連携がすごく重要になってきます。ですのでアメリカから専門家を連れてきて一緒にデザインすることもあれば、本当に地方の地域の方々と一緒にやることもありますし、たくさんの方々のネットワークで成り立つ仕事です。さあ、そのような活動を通じてどのような未来を描いているのか聞かせてください。そうですね、本当に自分の息子、孫とかですね、娘、孫の時代まで住み続けられるような、そして住み続けていたくなるような、地域を、目指して一生懸命お手伝いをさせていただいてます。まさに町とともに未来を作ってるというお仕事になるわけですね。はい、今日は引き続きお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。社会課題をポジティブに解決するためのヒントを伺うオピニオンズ、今日の話題はこちらです。暮らしやすい街づくり。厚生労働白書によると、暮らしやすい街づくりへの関わりについて、すでにしていること、これからしようと思うことのいずれの問いに対しても、自分自身が関われることがないので何もしないという回答が 40% 半ばとなり、最も高い割合となりました。およそ半分弱の方々がなかなか意見できない、しないという回答があったようですが、山崎さん、どのように思われているのか、キーワードお願いします。はい、キーワードは意見をデザインです。はい、どのような思いでそのキーワードを作られたんでしょうか。そうですね、日本はですね、奇跡的な高度成長を過去70数年にわたって、成し遂げてきたわけですが、その中にはやっぱりいろんなことを我慢している、本当に仕事中心の生活というのが背景にあると思うんですね。で、実はそうすることによって生活にゆとりがないので、ゆとり、時間にゆとりがないイコール、地域の方々との関わりが薄かったり、家族の関わりが薄かったりということが、進んでしまってます。で、アメリカの統計によるとですね、一番幸せを感じている方々の生活パターンの中には必ず家族との関係、それから地域との関係の良さというのが軸になってますので、やはり地域との関わり、家族との関わりがスムーズな方ほど幸せを感じているということになります。やっぱり家族、その周りの環境も大事ですし、仕事の時間のデザインも必要になってくるということなんでしょうね。そうですね、そうすると、街の作りなんかもですね、過去60年70年かけて街を効率化を図って作ってしまってきている日本ですので、これから少し作り込みを変えてですね、いかに、地域の方々が、そういった関係を持ちやすくなるか、そういった空間のデザインも重要になってくると思うんですね。よく日本で言われてますよね、コンクリートジャングルのビルが多いって。あれって仕事ばかりを中心にしていた象徴な、のようにも見えるようになってきたんですが、どうでしょう。はい、特に大きな、町ですね、大都市の中心地なんかはそうなりつつあると思いますし、その見直しを世界各国でしている現段階にあると思います。そういう意味ではポートランドっていうのはどういうような良さがあって、それを日本にどういうふうに持ち込めばいいというふうに思いますか。そうですね、やはりユーザー目線、生活者目線で、どんな生活をしたいか、どんなライフスタイルを送りたいかといったことを、意見を具現化していってですね、そのために必要な空間ですとか建物、それからインフラでコミュニケーションなんかをデザインできると、これからスムーズに、ゆとりを生かせたデザインができるんじゃないかと思います。その中の今日本で開発をされている一つ、和歌山県の有田川町ですけれども、具体的にはどのようなことを今行っているんでしょうか。そうですね、有田川町は2万7000人の小さい町で、やはりここ何年も若い方々がどんどん進学ですとか就職で外に出ていってしまっている町でした。で、
実はあのアメリカの建築家ですとかデザイナーを連れて街を見に行った時に彼らからの意見ってとてもすごい素晴らしい自然が近くてですね、であの歴史もたくさんあるし、果物も食事も美味しい温泉もあるということで、こんなに素晴らしい小さな街はないんだと。じゃあ何が必要で何があれば若い方々がとどまったり、また帰ってきたりここに移住したくなるのかということを突き詰めるために、地域にいらっしゃる若い方々そして、一度離れてですねこれから、和歌山に帰ってくるきっかけを探している方々を集めて意見交換会を開きました。その時に見えてきたことがやはり就職先がないですとか集まってゆっくりする場所がないですとか育児の施設が足らないとかそういった意見が出ましたのでそういったものを作り込むために閉園される予定であった保育所をリノベーションしてですね再構築してその中に必要な要素としてレストランを入れたりですとかコワーキングスペースのような働ける場所を入れたりはたまたブルーワリーが入ってですね、みんなでワイワイ騒げるようなそういったスペースも作り込みをしました。なんかね、ビール醸造所はポートランドはね世界一とも言われるほど大きいですがそれをまた和歌山の方にも持ってってみるということなんですね。はい、たまたまそういったやりたい方々が集まってですね、そういう意味では市民の方々の意見もだいぶ生かされているというふうに感じますが、はい、そうなっていっていると思いますし、もう直接携わってね我々でも、時々行くとですねいろんなことがもう起こっていて本当に地元の方々が頑張って生き生きされてます。そうですね、ぜひぜひ市民の意見は街を大きく伝わってそして生活を作っていきますからね、はい、楽しみにしたいと思います。はい、以上オピニオンズでした。ゲスト一押しのソーシャルグッドアイデアグッドなものやことをご紹介いただくリコメンド、山崎さんの一押しはこちらです。リコメンド、リビルディングセンタージャパン。はい、山崎さん、これ一体どういうものなんでしょうか。はい、リビセン、リビセンと呼ばれる場所なんですけど、これ長野県諏訪市にある、普段捨てられてしまっているようなですね、例えば家の、古民家の解体ですとか、蔵の解体、それから工場の、解体なんかの時に捨てられてしまうような、そういった廃材をですね、丁寧に運び出して、再利用でですね、新しいお店ですとか建物に使われるようなことをしているリサイクルショップなんですね。リサイクルショップといってもこれかなりこう大掛かりな感じがしますけれども。そうですね、本当に、ドアですとか壁の素材ですとか大きな電気ですとかいろんな古物道具、小道具なんかも取り揃えています。それ実際にリビルディングセンター、これはリビルディングはどこで生まれたものなんですか。はい、このリビセンはですね、もともと1997年にポートランドで始まりまして、やはりたくさんそういった古い建物が壊されていってゴミが出てしまうのを防ぐためにですね、せっかく古い時代からある木が、二酸化炭素を吸って育ったわけですけど、それがまだ使えるものなのに捨てられてしまうのはもったいないということで、市民が集まってですね、そういったものを倉庫に集めるところから始まった NPO です。やはり私もポートランドに行った時は民泊をさせてもらったんですが、その家はだいたい築70年ぐらいで家がすごく古かった。でもなんかねドアを直したんだよって自慢するようにいろいろ教えてくれたんですよね。本当でもそういった文化がその DIY の文化がありまして、そういった古いところに住むということが、価値がすごく上がっていくので重要だっていう部分と、やっぱり自分たちで直すんですね。そういったハードウェアショップとかリサイクルショップに行って、古いわざわざそういった鋼材ですとか部品を買ってきて自分たちで直すということが割と彼らの文化に浸透してますので、家を直すのは自分で直すのは当たり前と、でなおかつ古いものをわざわざ見つけてきてですね、一点物で直してこだわるっていうところも彼らの、楽しみの一つになっております。はあ、そうですか。その意味では訓練もやっぱすごいでしょうね。そうですね、その本家のですねリビルディングセンターポートランドの方では今まで2万5000トンのそういった廃材を再利用させていただいてて、なおかつ5000人以上の地域住民の日曜大工の訓練なんかもしてきてます。なるほど、やっぱそういう部分がやはりリビルディング、これが生まれていってこれが日本に広がっていくといいと思いますね。ありがとうございました。以上リコメンドでした。はい、日テレニュース24ザソーシャル、今日は都市デザインコンサルタントの山崎光弘さんにご出演いただきました。本当ポートランドの良さがとってもよく分かりました、ね、著書も出されてるそうで。
はい、ね、ありがとうございます。はい、いろいろ海外にも習って日本も都市づくり頑張っていただきたいと思います。応援しております。それではありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。